いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。友よ木コーチング認定マスターコーチの青山流です、えーと。今日のテーマはですね、ゴール設定によって初めて認識が生まれるという話です。 えーとこれもあの基本中の基本であり、まあ、基本に戻るというところでもあるかもしれません。えー、と多くの方もすでに学んでいることをですね、改めてこのタイミングでお話をしてみたいと思います。まあ、質問がいくつか届いているんですけれども、なかなか現状の壁を乗り越えることができませんと。 えー、できるだけすことも外すようないろんな、えー、働きかけを自分自身でやってるけれどもセルフコーチングやってるけれども、えー、となかなかうまくいかないんですけど何かヒントがありませんかというような質問ですねこれはもうあのー、基本中の基本なんですけれどもゴール設定によって認識は生まれるこのゴールというのは我々言わなくても現状の コンフォートゾーンの外側の高い高いところのゴールですね。そのゴールを設定することによって初めて新しい認識が生まれてくる。これによってスコトマが外れてくるんですね。目の前にある課題に直視してるとですね、えー、なかなかあの、まあ、思考を停止するというかですね、禁止眼的になってしまって、なかなか新しいアイデアが出てこないと。 えっと劇的なです、ね、あの抜本的なアイデアとかなかなかこう見つけることができないという状況に陥りがちなんですけどもまさにマインドの使い方現状の外側にすごく高いところにですねゴールを設定するとでそのゴールを設定することによって初めて新しい認識が生まれるというところをですね意識的にこれやってみていただきたいんですよね。 えともうこの分厚い壁をです、ね、もうかなりの期間、あの例えば今年し、えーまあ、2020年、えー、新型コロナウイルスの世界的感染拡大で,です、ねまあ、生活が一変した方も多いと思うんですよね、その中で目の前にある壁はなかなか乗り越えられてないんですという方も、えー、いると思います。であれば、なおさらです、ね、あのゴールをもう一度ですね、ね今一度見直してみるといいと思います。 えーと,とにかくあの現状の外側もちろんここの底からボントゥーであの達成したいここの底からもやりたいことであり誰が止めてもやり続けることでありで現状の外側の高い高いゴールを意識的に設定してみるということですよね。 そのゴールを設定することによって、えー、これまで、えー、全く考えてなかったような認識が生まれてくる新しい情報が脳に届き始めるんですね。その感覚ですことも外れるような形で、えー、目の前にある壁を乗り越える方法を見つけることができるそういう流れだということですねあの、まあ、こうプロセスというかですね、手順はまずはゴールがありきですねゴールがあって初めて認識が生まれるゴールが先ということですよね。 ゴールが先で、えー、っと新しい認識を自分の中に生んで生み出してそして新しい情報を脳に届けてそしてスコートマンも外していくという。 えー、そういういいいいい流れで、えー、と捉えていけばいいと思います、まあこれはかなりあのーまあ、処方というかですね基本中の基本なので多くの方は分かってると思うんですけれどもそうは言っても目の前に大きな壁にぶつかってなかなかこう、えー、チャレンジし続けても全くビクソもしませんということになるとですねうん電動電圧働かなくなってる場合もありますえっ、ー、と浄土優位になってたりとかですねえー 要は抽象度がなかなか上がりきらないという状況にもなりかねないので是非まずはゴールがあって初めて認識が生まれるというこの順番を間違えないようにしていきましょうということですねうんだからえー、っと現状の外側であることがとても重要ですねゴールを設定してるんですけどっていうよくよく聞いてみるとですねあれそれもしかして現状の中じゃないですかみたいなねそうなるとスコトマが外れるような あのことは起きないんですよ、ね、だからそのゴール設定ゴールがあって初めて認識が生まれるっていう時のこのゴールが現状の外側であるかどうかをきちんと自分の中で客観的に割と厳しめに、えー、と精査した方がいいかなと思います。えー、そうすることによって 新、えーまあ、新ししいい認識新しい情報が脳にに届くよようになりますよとだからまあゴールをあの現状外側に設定して新しい情報が日々なかなか脳に届かないんですよっていうことはまずありえないですよね。えー、っとこういう情報が今日は届いた新しい認識があったとか今日はこんな新しい発見があったとかこんな新しい気づきが得られたとかこんなアイデアが浮かんできたとかっていうのが ほぼ毎日のように起きる、そういうことがまさにゴールのパワーであり、ゴール側からいただけるというかですね、あの、ゴールから流れてくる、自分の方に流れてくる大きなエネルギーっていうのはそういうことだというふうに、えー、改めて認識してみてください。まずはだからゴールをもう一度考えてみる。もしくは、あの、いや、ゴールがまだないんですよって方はもう、うん、ぜひですね、 仮でもいいので現状の外の高い高いゴールをぜひ設定考えてみて設定してみてください。であとはですねもしヒントとなるとしたらですねんそうですねビジネスとかお金とかその系にロックオンしてるとですねなかなか、えー、思考があの回らなかったりする場合もあるかなと思います。逆に言うとそこから離れてですね えー、そういう時だからこそ趣味のゴールを考えてみる社会貢献のゴールを考えてみる、えー、そういったあのビジネスとかですねお金とかまさにファイナンスとかそういうところから一旦離れてですね、えー、徹底的に趣味のゴールを考えてみてそこを目指して何かやってみるとかですねあの、まあ、高校の時に例えば 中学生高校の時に実はタ,ターをやってたんだけれどもまあ社会人になってから全く、えー、とそういうことを、あのー、やってませんとかもともとは好きだったんだけどバンドまで組んでやってたんだけれども社会人になって全くそういう時間も取れずに仲間とも離れちゃったんで全くやってませんという方が彼にいたとしてで心の底からそれはやりたいことであるんだったら。 あの、もう一回ギターやってみるとか。<laughs> それででも現状の中じゃないんですかって。まだそれを現状外側に飛ばしていくためにどうすればいいかですよね。今からまたギターをやってバンドを組んで、<laughs> まあ今コロナの,あの状況の中でなかなかあのね、バンドを組んでみんなの前でライブで演奏するっていう機会を作れるかどうかっていう状況あるかもしれませんけども、例えば、 そうですね人前で弾いてみるとかあとは <laughs> できるかどうかは別にしてあのネットで公開してみるとかなんかそういうことをゴールに設定してみてあのどういった感覚になるかもちろん心もそこからやりたいことであり誰が止めてもあのやり続けるということがあの前提なのでいや今の話はなかなか自分にはちょっと当てはまらないなという方はですねあくまで参考の話なんで。 あくまで例として今みたいに捉えていただきこれまでやったことがないことで実はやりたいことなんだけれども棚上げしてたことですねそういったっ趣味なんかをぜひ引っ張り出してみてやってみるといいんじゃないかなと思いますね、えー、とまあ自分そうですねまあ自分のことを何かここであえて言うっていうのもなんかあれなので変な話なんで もともと中学、高校、中学生ぐらいからですね、フォークギターというか、アコースティックギターから始めて、中学2年、3年ぐらいで、レキギターを近所の,あの知り合いのお兄ちゃんから譲ってもらって、レキギターをやり始めて、大学あ高校の時は、バンド軽音楽部みたいなところでバンドを組んだりとかしてやってました。 でまあ、掛け持ちでいろいろやってたんですけどねバンドもやっててで,で、まあ、管楽器も好きだったんで大学は本格的にあのサックスをやったりとかしたんですけれども、まあ、音楽は聴くのも演奏するのも好きなんでいまだにあの定期的にやってますだからまあ管楽器とギターって全くこう、えー、異なる楽器というかですね全く違うので。 うん、それでもですね両方も好きなんで時々ギターもあの弾いたりとかしてますあのまあそれは好きな範囲で <laughs> どうしても好きやりたくなったというそのエネルギーを止めずに、えー、とまた引っ張り出してきてですねギター弾いたりとかしたりまたもともとずっとやってきてた管楽器サックスはあのアルトとソプラのえー 吹いてるので、まあ、それを、まあ、毎年でいうと毎年のイベントでいうとですねワールド・ピース・コーチングというイベントで楽器演奏も2部でやってるので例えばそれは2019年12月の時は、えー、とソプラノ・サックスをですね、あのー、演奏しました <laughs> 何曲やったんだっけ忘れちゃいましたけど何曲かやりましたね何曲やったのかなうん何曲かあの練習してやりました でまあ、まあそういうことを人前でやるってことがまさに現状の外側だなと思ってやってきてるわけですけれども、まあ、まあ今年、まあ、こういう、ね、あのコロナショックの中で、えー、とイベントが開催できるのかっていうね、まあ、しづらいですよね、なかなかできそうもない状況の中でどうやってワールドピースコーチングを継続させていくかというのが一つの大きな自分の中でも課題なんですけどね。 例えばでもそういうことを想定したもう7月ですから年内やるとしたら12月にやるとしてどうやってるかなリモートでやるかなとかねでも会場を取りながらリモートでやってみようかなとかいろんなことを考えつつまだあの決めきれてないですね <laughs>。そういういことを考えて、 で現状の外側に飛ばしてしかもそれがワントゥーでやるというふうにイメージするとですね全く違うそのまあ脳が活性化するんだと思うんですけど全く関係のないというかですね趣味のゴールであの社会貢献のゴールで考えているときに実はそのビジネスの現状の外側のゴールに向かってなかなか壁にぶつかってんなっていうところのアイデアが出てきたりするということですねこれはあのやってみるとこのバランスオイルをうまく活用してみるとですね えー、一つのゴールに、えー、ロックオンしすぎるとですねなかなか進みが芳、あのー、しくないという状況もある時はですね、えー、とあえて真逆なゴールですね、ま、真逆ってのはおかしいですけどね例えばビジネスとかファイナンスとかお金とかって言ってるそこ優先度が高いんですって言ってるのであれば逆にあのー 趣味のゴールとか社会貢献のゴールとか生涯学習のゴールとかをあえて追いかけてみて脳を、えー、活性化していくっていうんですかね緩めていくリラックスしていくそうすることによって、えー、もともと超えたいと思ってるビジネスのゴールそちら側のですね大きな壁を超えるようなアイデアが出てくるということになるんじゃないかなつながってくるので、えーまあ、そうやって活用してみればいいんじゃないかなと思います。 とということで、えー、最初の話に戻るとですね、ゴールがあって初めて認識が生まれるこのゴールは現状の外側のゴールであるからこそ新しい認識が生まれる新しい情報が脳に届くようになるんですよというところをもう一回確認してですね、えー、ゴールが現状の中に入り込んでないかもしくはゴールを再設定する必要があるんじゃないかということを今一度確認してみてください。えー、今日は以上でです。ワクワク様でした。